どうもみなさん、こんにちは。ミステリー作家の七尾おです。はい。えー、今日はね、あの、YouTube 運営に関する、ま、 個人的な記録と言いますか、もしかしたらね、えー、YouTube を運営している方たちも、僕と同じような、えー、悩みというか、トラブルというか、なんだかよくわかんないんだけどね、あの、収益に対、関するトラブルに見舞われてる人もいるかもしれないんで、一応ちょっと記録としてね、ここに残そうと思うんですけど、まあ、今僕どうなってるかというと、前もなんか動画で言ったかもしれませんけど、あのー、まあ、収益がね、めちゃくちゃ下がっちゃってるんですよ。えー、今月になってから急にですね、えー、大体なんだろう、再生単価ですね。再生単 そそれこそとかになっっちゃってるわけで、すよでなんでかっていうと、ここにグラフがありますけど、これね、紫のグラフ、紫のね、折れ線グラフが視聴回数です。その日のね、視聴回数。そして、緑のね、折れ線グラフ、何かっていうと、これね、広告の表示回数なんですよ、えー。広告が何回表示されたかっていうね、その日のうちに。で、大体ね、あのー、左この赤い線で、えー、区切ってある、左と右、明らかに、あのー、 乖離してますよね紫と緑がね明らかに乖離りしていてちょうど11月1日からその現象が見られるんですけどそれまで10月まではですねだいたい広告の表示回数が視聴回数を上回ってて。 えー、だいたい1.5倍ぐらいあったんですよあこれなんかグラフ見るとねほぼなんか同じみたいな感じに見えるかもしれないんですけどメモリが違うんですよね、あのー、視聴回数は右の方にメモリがあって、えー、表示広告の表示回数は左の方にメモリがあってまあちょっとね、あのー、個人情報になっちゃってあんまり、えー、動画としてアップするの良くないんでメモリは隠してあるんですけど、まあ、ざっくり言うとですねだいたい、えー、普段は、えー、広告の表示回数が、えー、視聴回数のだいたい1.5倍から2倍ぐらいあったんですけど 11月になったらですねそれが逆転してですね、えー、視聴回数のそれこそ本当に3分の1、4分の1みたいなほぼゼロに近いようなね、えー、状態になってまして要するに広告が表示されないので収益がね激減しているわけなんですよ。うんっていうわけでねでねこれ 僕だけなのかなと思って調べてみたんですけど、まあ、少しあの同じような目にあってるっていう人がね、いるにはいるんですけど、まだね、そんなに数出てきてないんですよね。ツイッター見てもあの、YouTube の動画見てもですね、調べてみてもね、そんなにまだね、言うほど騒がれていないんで、でもね、いるにはいるんですよ。 え、わず、あの、少ないながらもね、いるにはどうもいるみたいなんで、どうもおそらくね、これ、バグじゃないのかなーっていう気がしてるんですけど、でね、YouTube に、の YouTube の運営に問い合わせてみたんですけど、まあ、あの、メールが来まして、すぐにメールいただけたんですが、そのメールの内容っていうのは、いやいや、もう全然システム上は何ら問題がありません。広告なんだから、えー、つかないことだってありますよ、あるさ、みたいなね。うん、で、あのー、激減はしているけど、確かにこれ、 激減しているようですけどこれはね、通常の範,範囲の範疇ですっていう、想定の範疇ですみたいな感じで、いやいやいや、10月からね、まではこうの数からこんな急に激減して、それがね、1日だけとかならわかるけど、こんな感じでね、11月になってからずっと続いているんで、そうなのかな、でも他にもそうなってる人がいるし、みたいなね、バグなのか、まあ、それとも、もう広告そのものがね、減ってしまって、YouTube も。 YouTube のね、広告のスポンサーが減ってしまって、あの全体的にね、激減している。でもそれだったらさ、他の人たちみんなそうなるわけで、うん、ごくごく一部の人がそうなるというのは、ちょっと考えにくいんじゃないかなと思ってて、で、あの、全世界的には起こっているんですけど、まだその数はね、まあ、日本は、まあ、世界はまだ見てないんでわかんないんですけど、日本国内はね、 ツイッターとか見てもね、そこまでね、たくさん報告が出ていないんですよね。で、今日ね、ちょっともう一回また調べてみたら、少しちょぼちょぼね、報告が上がってきているんですよね。ツイッターで調べてみたら。急に、今日、今日先ほど急にですよ。急にね、なんかちょっと増え始めてはいるんですけど、まだそれでもね、 たくさん出ているわけではないんで、どうなのかなということで、ね、まあ一応ねあの、こういうトラブルが僕の中で出てますよということを、まあ、YouTube をやってる皆さんの間でねえ、情報共有できたらなと思いまして、まあ、こんな例がある皆さんどうですかみたいな、まあ、注意喚起と言いますか、情報共有と言いますか、まあそういう動画を えー、そういう意味でね、今回動画を上げさせていただきました。あの、普段ね、僕の動画を見ていただいている方、あのー、にとってはね、何ら関係がない。もうお前の収益なんか知らねえよって話だと思うんですけど、まあまあ正直ね、あの収益ってって僕月3万とか4万程度なんで、これがね、まあ5分の1、6分の1になったとこで、まあ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 ね、それはあんまり嬉しくはないですけど、まあそれで生活に困るとかそういうことはないにしろですね。まあでも中にはね、YouTube 専用にされている方もいらっしゃるから、 そういう人たちにとってはね、本当に死活問題なんで、もしこれがね、バグであったら、YouTube はね、しっかりね、対応していただきたいなと思うんですけど、まあ、YouTube は多分対応しないでしょうね。まあ、仮に、あのバグで、えー、収益が剥奪されてたとしてもね、それを、 あのユーチューバーに返金するっていう対応は多分してこないと思うんですね。そこはもう知らぬ存ーンじゃないけど、まあ知らんぷりされるんじゃないかなとは思いますけど、まあせめてねこれがアルゴリズムエラーだとするんだったら早い段階でねアルゴリズム直してほしいなと心から思います。やっぱりねあのお金お金っていうお金のためにやってるわけじゃないんだけど、うーんやっぱり収益っていうのが発生するとね結構ね動画を作るモチベーションにはねダイレクトに反映しますからね。 はい。まあまあ、できたらね、こうアルゴリズム戻していただけたら嬉しいなと思いますということで。はい。なんかすいませんね。なんか個人的な私事で。はい。というわけでね、えー、今回の動画はこれで締めさせていただきたいと思います。なんかご視聴ありがとうっていうか、うん、これ、この動画見てる、みんな見てる人いるのかな <laughs> はい。どうもありがとうございました。